ラベージは、ハーブとして使われるセリカ、セリアカの多年生植物で、この種のみでレビスティコム属を構成する。長くヨーロッパで栽培されてきた種で、その葉はハーブとして用いられ、種はスパイスとなり、根も食用になる。正確な原産地はまだ分かっておらず、いくつかの説がある。例えばヨーロッパの大部分とアジア南西部が原産地であるという説や、 地中海東部であるという説、もともとイランやアフガニスタンが原産であったものがヨーロッパに帰化したという説である。ラベージの花ラベージは自家製で高さ1.8メートルから2.5メートルに成長する。葉や茎の表面に毛はなく艶やか。葉の形状は三回以上腹用で、鋭く尖った幅広い三角からひし形の小葉を持つ。 基部の大きな葉は7 0センチメートルに達する。上部の葉は比較的小さく、小葉の分離も緩やかである。茎の上端に3型果女の花の集まりが形成される。花は黄色から緑がか,かった黄色で直径2から3ミメートル。花の一塊は直径10から1 5センチメートル。開花は春の終わり頃、秋に果実をつける。 果実は乾いた2質の分離下で、一つの長さは4から7ミリメートルほどである。ラベージの幅はハーブとして利用され、サラダやスープの材料となる。根はそのまま野菜として、またはすりおろして、サラダに使用される。セロリに似た風味を持つ。ラベージ茶は消化力を助ける働きがあり、消毒液として傷口にも使用される。イギリスでは、 ラベージを原料とするリキュールとブランデオに一で混合したものが伝統的な冬の飲み物として飲まれている。ラベージはキッパーの次の2番目に多くのクエルセチンを含んでいる。ありがとうございます。